キャラ社長のイメージ工作、またまたやってまいりました。今日はね、またいろいろ考えて試作品でいろいろ作ってみて、すごい大変だったんだよね。大変でした。丸2日かかったかな。まあやっぱ家でみんなね、手間したりとか退屈しようと思ったんで、まあ、またカプセル使って何かできないかなと思って、今日はなんとヨーヨー作りたいと思います。これです。で、準備するもの、今回これ、65cm のカプセル、これ300円の、硬い方を2つ今回準備します。あとは、色つけるマッキーですね。あとちょっとで、ね、細めのタコ糸とハサミ、接着剤ですね、アロマハロ、アロマ、あとペンと厚紙、あとセロハンテープ。準備するのはこんな、ほんと単純なもの。これです。まず、これを接着します。で、これがもう、ヨーヨーの本体になるからね。ちょっと時間かかる、つけるまで、これ。そうっすね。うん。こういう感じで、ちょうど真ん中にね、するように。ちょっとずれちゃうと、遠心力ちょっと変な、曲がっちゃうんで、ちょうど真ん中に接地面がつくようにしてください。で、この間に、カプセルの周りをですね、円を描いてください。それはあれですか、そのヨーヨーのデザインになるってことですか。そうなんです。横に貼るので、ちょっと大きめに、気持ち大きめに描いてもらうといいかな。これ2つ円を描いてください。で、ここからまあ自分のイメージで、まあ自分の好きなデザインをイメージして描いてください。何しようかな。これはどういうデザインのイメージですか。これほんとシンプルに、色鮮やかに、もうそれしか考えてない。で、回った時になんかね、いっぱいあった方が綺麗に見えるのかなと思って。なるほどなるほど、うん、とりあえずまあドットとか星とかいろいろそういったのを今散りばめてる感じだね。なかなか回った時のイメージ難しいですね。難しいよね。まあ、かなりこういうデザイン作ってもらって、これを切ります。 OK、 見してください。一応こういうか、まあ、例えばこういう感じの、ちょっと派手めな感じでやってみたね。それをここのちょうど回るところに、ね、乗っけてセロハンテープで留めましょう。そうするとこういう感じのヨーヨーのベースができました。もう完全に見た目はヨーヨーですよ。もうそうだね。あとはこの紐だけ。で、先ほどのこのタコ糸も多分くっついてると思うから、うん、くっついてる。この真ん中にくっつけます。片結びでくっつけてください。ちゃんと回るんでしょうか。回るかな。過去の試作品では回した瞬間ぶっ壊れるということが多々ございました。今回はうまくいくのでしょうか。ずっと壊れたね。本当に大変だったよこれ。結んだら余ってる糸はちょっと切ってくださいね。そうするとこういう感じ。おー、うん、で、糸回してもらって、行きまーす。いけるね。おー、いってるー。え、行きまーす。シュー、ほら、シュー、ほら、こんぐらい来ると十分だよね。十分。ほら、あ、もう本物。ほら、こんな感じでできました。結構本当にね、可愛くできると思う、これすごい、うん。まあ、ここ横サイドのここのところもね、色つけてもすごく可愛いと思うんで、こんなカプセル2つだけで全然ヨーヨーができちゃうんで、ぜひ皆さんもこれ試してください。今回はヨーヨーでした。ありがとうございました。バイバーイ。